今回はこちらのスレを紹介します。ヨルムンランドのここの精鋭に無能が二人いるよな。一人は勝手に死んだが、ルッツとカイウレイムの介護官スナイパー。ケツさんは1キロスナイパーやぞ。ウゴとカイウ運転うまいだけのチンピラ上がり。運転手は割と有能なんだよな。運転手は割と優秀やろ。ベトナム兵は何してたかいまいちわからない。砲兵科出身なんだよな。魔王はなぜ部隊にいたのかよくわからない。砲兵部隊って別に経歴普通やし若くもないし、アジア系おった方が言語的に便利なのはわからんでもないが、部隊の中でも古株だから有能。お掃除隊の一人でもあるし。霊夢、有能。ワイリ、有能。バルメ無能。ルツ無能。運転手無能。スパイ無能。ヨナかわいい。東女。東女って何のためにいるんやっけ。交渉とかやろ。強さ議論すれから拾ってきたぞ。いいここ、ショコラーデ。F ドバイの警官、マフィア、バルドラ、基地の兵士、海賊、ブックマン、EEA スナイパー、エクスカリバー、ターシンハイコンス一般兵、スケアクロウ、ディードミニク、カブラギ、グレゴワール、リリアーヌ、ボスボート6、山岳兵、SR 班、シーカレン、ミルド、ルー、海兵隊、ジェンカッコツエ、社長、ウゴ、ルツカッコヤセン、師匠、リ、黒坂、カットスロート、ビーヨナ、R、トージュ、マオ、エコー、ヘックス、チナス、エドガー・アランポー、エーチェンカッコ現役時代、ナイトナイン、バルメ、ワイリ、ルツカッコ狙撃、エスチェ・キータ、レイム、ショコラーデスコ。ショコラーデってほんまに一切戦えないんかな。そんなことない気がする。でも多分タイマンだとルツが最弱なんやろ多分。トージュ・レイム以上の交渉力。バルメ・レイム以上の近接格闘術。マオ・レイム以上の重火器制御術。ワイリ・レイム以上の爆破プロ。ウゴ・レイム以上のドライブテク。ルツ、ナイトナインかっこ無敵。ナイトナイン相手には防戦一方やったした昭和ね。結局国家の軍隊と渡り合えるレベルではない。バルメが中華の駐屯地に突っ込んだやつは知らん。ナイトナインとかいう最強欠番部隊、ヨルムンガンドなかったら全滅不可避なんだよな。ナイトナインはレイムとかより強そうだけど、ここ部隊、みんな活躍する場面あるし無能はおらんやろ。キャスパーのチームがやばいやろ。人数少ないけど、バルメさんほんと好き。敵がかわいい。チナツとかリリアーヌとかミルドとか、チナツとかおったなレベル。殺すにはもったいなかったけど。チナツって長巻きみたいなん使って兄貴の部下に瞬殺されたやつか。確かにかわいかった。それ黒坂さんやで。チナツは序盤のテンガロンハット。あとファミレスのトリオの女。ここがぶっ殺されるとこまでしっかり書いてほしかったわ。なんというかこの漫画は人死んだ方がええと思うわ。少なくともここは最後に死んでおくべきやと思う。というかここたちが最終的に何の報いも受けなかったのが納得いかんわ。あれじゃここたちが絶対正義のように見える。あの後受けるんやで。ここが死んだらそれが一つの物語的な結論になっちゃうやんか。ここのあの土地狂ったプランが正しいのかどうかなんてわからないがついていくっていう、そういう終わりの方がしっくりくるんやけど。ルツだけは警察特殊部隊って設定以外でなかったよな。やっぱゲイすゲイの因やろうか。ワイリってここが幼女時代からおるのに見た目若すぎるやろ。チナツとかドミニク一行とか使い捨てるには惜しいキャラを簡単にポイするとこ好き。あかんこの手のスレは BF やりたくなるんを。R が自分がスパイと告白した時のここの顔好き。あれがスなのかもな。ブックマンがここ殺せって言えば R に即殺できたんかな。現役レイムとチェキータのセックス見たい。見たくない？見たい。チェキータは AV 出てほしい？カレンの装備かっこよすぎるやろ。12秒全開ですやん。キャスパーくんも言ってたが量子コンピューターで世界中を分断しようが平和になるわけないわ。どっかで頓挫するんやろうな。アニメのミサイル回避のフレアかっこよかったんごねえ。一茶殿が登場鍛えて新展開期待したのに、ポチッとなエンドでアゼントしましたよ。伊藤静香ここでよかったんやけど井上マリナ版も聞いてみたかった。夫婦はアニメのが良かったと思うけど、ここの計画についてはキャスパーに反論されてたし、キャスパーの指摘が外れるとは正直思えない。あの後バッドエンドやろなぁわからんけど、海ホタルの子供を見て何かを思うよなとかそういう細かいところはええよな。
履いてない千夏ちゃんと熟女にしか興味ないおっさん。みんな死んでデュエットになってるけどオーケストラと言い張るオーケストラ好き。トイレに押し入られる優秀なアホの子も好き。何より声優のキャスティング最高だった。キャスパーの部下の男3人って強いん？弱くはないやろうけど具体的な強さがようわからん。アニメよなのおしっこ黄色だったから丸。スケアクローという最悪な初登場から徐々に好感度が上がっていく小物。あのサンバカ殺し屋トリオはレストラン開業できたんやろか。一般人が死にまくるけど世界平和のためなら仕方ないという風潮。銃器持ってる大半が民間人だからしょうがないね。平和な国日本で一般人を戦闘に巻き込んで虐殺した畜生武器商人を許すな。批判されるべきは自国民の被害を無視して攻撃した元自衛官やぞ。マック10だかマック11を至近で60発以上発射して一人も殺さないヒューマニストやぞ。やっぱ根底には自衛官意識あったんやろな。ってよな日本人ちゃうな。日本編の SR 班とか、ただ銃が撃ちたい目立ちたいの作中屈指の無能揃いやん。敵役こんな連中ばっかやんけ。そらここのチームはエキスパート揃いやし、ナイトナインみたいなガチガチの特殊部隊と毎回勝負する漫画やないし、ある意味自殺願望者の集まりみたいなもんやからね。だから日野さんも見切りをつけたわけで、裏でこそこそ工作して戦わずして勝つのが本領やのにドンパチしたらそらそうなるよ。ナイフペラペラネキの謎の人気。ミルドさんとかショコラーデみたいな垂れ目でちょい頭の足りない女の子かわいい。終始一貫して武器承認をしてるキャスパー好き。最初ラスボスかと思ったけど善も悪もないんやね。ヨルムンって、実はアニメ初の怪魚をやってるんだよな。あんな筋肉女だらけなのに、乳首出したらしい。もう来来だっけ。ムンムンガンドとかいう本編。で、俺の他にどれだけいるんだ？ヨルムンガンド見てチェストリブ購入余裕でした。やっちゃったおバカなサバゲーマーは。もちろんチェキータチーム見て P90 とドットサイト購入も余裕だったよな。ここチームはバルメとレイムが飛び抜けてるだけで他は戦闘に関しては涙よな。ワイリはデルタ出身やぞ。あれって爆破技術を買われて入隊したんちゃうんか。戦闘力が高いってイメージあんまないわ。キャスパーはほんま強キャラ感あって最後まで株落とさんかったな。コンボをうろうのシーンええわ。この世から武器がなくなると本当に思うか。ここ航空兵器がダメなら海戦兵器をうろう、船がダメなら戦車を売るよ、銃をうろう、剣をうろう、ナタをうろう、鉄を封じられたらコンボをうろう、それが我々武器商人だ。やっぱりチェキータって神だわ。チェキータとバルメさんが会った時にするチェキって挨拶好き。アニメだとナイトナインの強さよくわからんかったがそんな強いのか。世界最強のアメリカの欠番最強部隊やぞ。レイムが泣き言吐くくらい強いで。ナイトナインに関しては一人も倒せなかったやしな。物騒な連中は廃業するとなぜレストランをやりたくなるのか。ナイフの扱い丸、火の扱い丸、接客技術20丸。どこでもレストランを営業できる有能集団やんけ。ドミニク3人組もレストランやる言うてたな。ヨナが真正面から師匠に突っ込んだとこで見るのやめかけて、師匠が狙撃されるとこで死傷確定した。ブックマンはびっくりするぐらい無能やけど、その攻撃は私を攻撃しているみたいなセリフはかっこいいよな。R 勧誘するときもかっこいいんごねー。ワイリがやばい話本スコ。チェキータさんに見合う男になるために筋トレ始めたけど1ヶ月持たなかったんを。結局エコーとは何だったのか。レイムの元同僚でヘックスの部隊と戦って死んでってのが分かれば十分じゃね。あれ以上描写しようとするとそれなりの長さの過去編ぶっ込むことになるし。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。